我々が最後に戦うのは自民党なんですよ。鈴木敦史さんも深澤邦彦さんも最後に戦うのは自民党が相手なんです。その時に皆さん、我々はこれやりましたこれやりましたと言って、深澤さんや鈴木さんが選挙区で言って迫力が出ますか？出ないでしょ。私はこれまで国民民主党が掲げてきた対決より解決、今まで国民民主党が歩んできた対決よりも解決を全面否定するつもりは全くありません。我々政治家はいかにこの国を良くしていくのか、これまで言ったようないわゆる二大政党制による政権交代ははっきり言って現実的ではありません。自民党にアクセルなんてどうするんですか。自民党の政治を変える、その自民党の政治にアクセルになるという、僕は玉木さんの言葉は全く理解できないということをここで申し上げておきます。与党にすり寄る、自民党に利用される、何とでも言ってください。政権交代というのは革命なんです。2017年の選挙で初めて野党として教育の無償化というものを打ち上げました。全てにおいて無償化をすると言っていたのに、蓋を開けたらなんと3歳から5歳までの無償化だった。それが自民党です皆さん。大学に行きたい子供さんたちが大学に行くときは、ごめんだ奨学金でなんとかじゃ行ってくれ、それでもダメなときはごめんね働きに行ってくれという親の気持ちが本当に自民党の皆さん方に分かるでしょうか。皆さん分からないと思いますよ。そういう政治に組をするんではなくて、苦しくても自民党に代わる政治を作っていくというのが我々国民民主党に望まれていることじゃないでしょうか。皆さん、だからこそこの政党には前原誠二という代表が必要なんです。玉木さんも優秀、地頭もいい、だけどももう一度政権交代を目指すために私に先頭に立たせてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。